生まれたのは愛知県の長久手っていうとこなんですけども,もう小学校1年生の頃から日清市っていうところに引っ越し,したのでそ,そこで育ってます。はい、えっ、ー、とこの「オソン」っていうのがペンネームで「アウトサイダー・オブ・日清」の頭文字を取って「オソン」なんですけどもまあそれはその地元の友達と一緒に学生時代になんか ステッカーを作りたいと我々の,その地元の友達のみんなで貼るステッカーを作るってなって作った名前が「オソン」っていう名前で学生時代で僕はパソコン持ってたので「そのお前パあのシール作ってくれ」って言われて作ったんですけど、えっと、それまでは全然そういうなんか何かを作りたい表現したいっていうのは特になくって。 ただまあそのデザイナーにはなりたいなと思ってたので大学がそういうデザインを学べる大学だったのでデザイナーになるために学校に行ってました。